はよう。よし、じゃあとりあえずオープニングお願いします。おー、びっくりした。やばやば、おはよう。久しぶりやな、みんな。先週が、なんだっけ、メンテナンスだったかな？なわけないよね。そう、先々週は俺ちょっと出てなくて、久々のトモヤニキとナチが出てね。今日はじゃあ、俺と、呼んでるよ、今日も。スペシャルゲスト。と、からの、今日の、一緒に出る人は、この人。さあ、おいで。まさかの、うちの兄貴。よいしょーっと。なるみさん。よいしょーっと。今日はね、なるみさんの二人でね、ちょっとね。おはようございまーす。やばやばなかなかね、いいやろ。ドゥパパ、ドゥパパ。そう、これ何、このなんかなかなかないツーショット。いや、あるか。結構ございます。結構あるよね。まあよく見て、今日なんか服装かぶってるから、ね、いるよね。そう、今日服装がクソかぶってる。立ってる、うん、ここ見て、ダダかぶりやから。ただここの違いだ、ここの違い、ここの違い、このテロテロの部分が違う。結果二人ともテロテロなんだけどね。テロテロの部分が違う。白か黒かの違いっていうね、うん、はい。やばいよね。というわけなんですよ。というわけなんですけどね、はい、今日はね、ちょっと見て、背景もね、バンタン BTS 完璧。あやさんおしゃれだって。やっとぜ。あざーす。今日はバンタン、バンタン背景で。シャレオはやばい、シャレオだね。そんなわけで、じゃあ今日もやりましょうか、とりあえず。お疲れ様でした。ウィスー、みなさん、お疲れーす。はぁ、乾杯乾杯。やばい、KP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 。久しぶりやな。俺もだって出るの2、3週間ぶりやからね。おう、マジで。うん、髪色いいね。どっちが、どっち、じゃあどっちが、どっちが、今日ヘアメガネやけど。言うてね、俺ね、結構基盤できちゃってるからね、ちょっとシルバーを入れたいんだけどね。真ん中、真ん中に誰かいる。 T の方真ん中に。どっちもいい色。どっちもいいよ。あざーす。あざーす。はい、やばいやろ。そうだ、今日は何しようかね。この間俺が出た時は俺のあのホスト人生の生い立ちを喋ったわけ。おう、俺が初めてホストした時の写真から今までの写真をこういろいろ出していったわけね。おうほう。そう、写真をね、あれ衝撃的だった。まあまあ確かにね、あのイケイケゴーゴーの時から出してるからね。で、なんか途中にわけのわからん、なんかあの坊主の時も出たし。うんうん。今日はおばあちゃんの話をしよう。おばあちゃん？おばあちゃんの、俺おばあちゃんのエピソードあんまねえんだよな。ああ、俺一回でもおばあちゃん、おばあちゃんに、そう、俺なんかね、だんだん若返ってたの。あー、なるほどね。うん、なんか年取るごとになんか若返っていくっていう。え、それってさ、そのまあいろいろある中で、お前結構闇深いところをこれ前回喋ったってこと？うん、俺結構いろいろ喋った。闇深くはないよ、ね、リスナーからしたら何残っちゃって話よ。まあね、小学校の時に自殺したお父さん、あ、俺ちょ、小学校の時じゃないって。
お父さん蒸発したのは俺が3歳ぐらいの時。あの、やめていただきたい。何が？非常にやめていただきたい、その話。その3歳の時。この時間帯だから許される範囲だと思っていきたいけど。え、深夜帯の、あの話ね。あの、みんな困るよ、これ。うん、あ、で、お父さん3歳やけど、お母さんに至っては俺が生後3ヶ月で蒸発しちゃったから。これどうなんすかね、これ見てる人たちはね、結構厳しいところがあるんじゃないですかね。まあみんなね、多分、まあこの時間帯に見てるやつ大体メンヘラだと僕は思ってるんですけど、うん、やっぱあの家庭内の事情とかが多分相当ね、すさんでる方もいるんで。見て、そのふりした人も悲しんでる、きっと。うん、友也にタワーを入れてるお姉ちゃんについてお話しよう。誰のことから言ってるのかよくわかんない。俺はちょっとわかんない、はい、笑っちゃいけない。裏トーク、あ、じゃあね、裏トークとしてはね、ちょっとね、僕たちね、今ね、まあ飲んでて今日来たんだけど、うん、お腹空いたっていう。おお、確かに腹減った。何食べよう。今つけ麺を中心に考えてるんだけども、何食べたらいいかな。今後の俺らの動向ですよ。やっぱ歌舞伎にいる女性からしたらさ、今歌舞伎で見てる人たちもいるわけだ。スマートフォンでバッて見てる。その時に本当に俺たちがその場所にいるのかという、はい、というわけなんですけども、最近ちょっと おすすめのつけ麺ちょっと教えてほしい。つけ麺みんな行くっていうね。みんな何誰でみんな行く、どこに行くかだよね、うん、この時間帯みんなどこに飯食いに行くか、うん、ただまあラーメンつけ麺僕まあイケメン通り越したらもう何も言いようがないもんね。雲の上の存在やからな、うん、ちょっとどうしようかな。髪の毛の上のそばだから、なんで同じとこ読むの。誰だてめえ。誰だてめえ。ローストビーフ油そば、あれどう行ったらしいっすよね。でもんほら俺が病んでる時に行ったって、2部の時。ああそう行ったよ。俺がなんか3人で飯食いに行こうって言ってメンディーと行った。そうで俺がフラーと、なぜかローストビーフ油そばに行ったのにもかかわらず俺はローストビーフ丼を頼むって。はい、であの従業員、もう一人従業員メンディーが、今亡きメンディーがローストビーフ油そば食べてた。で、その頃俺は自転車に乗ってふらーっと消えて、あの原宿に行くっていう。そうですね、懐かしいですね。うん、その時もありましたね。メンディー飛んでないよ。あのメンディー飛んでないけど、あのメンディーはメンディーじゃなくなりましたね。うん、あのエリーになっちゃった。いやメンディーエリーになっちゃった。どういうあれなんかな。あのジェネレーションズから3代目に行っちゃった。うん、裏トークして。よし、じゃあ裏トークしようか。裏トーク、じゃあメンディーは裏トークとしてはメンディーは普通の社会人に戻りました。はい、通常の社会人に、そうですね。ほらどこかのアイドルがやったよ、私は普通の一般の女性になりますみたいな感じでマイク置いたから。そうですね、はい、ホストという夢のある職業から現実のある昼食に戻りました。あいつはマイクの代わりにグラス置いてったからね、はい、そう。なんだった、あとなんかわけのわからん30センチぐらいある靴置いてたよ。うん、裏トークね。よし、じゃあ俺が今日も裏トークぶっ込もうかな。まずはね、じゃあね、何の裏トークにしようかな。何、まず何の裏トーク聞きたい。それによって俺は話をじゃあするよ。うん、裏筋トークしとく。やりますか、じゃあ裏筋トーク久々に。あ、でも最近じゃないですけども、最近っていうの言葉は口癖なんですけど、まあ裏筋は素晴らしいですよね。もうもう、うん、やっぱ裏筋はやっぱいいっすよ。ちょ待って。その言葉に尽きるんですけども、裏筋は素晴らしいですよ。やっぱ一個言っていい。はい、裏筋そんなにいいか。僕ね、あれなんですよ、やっぱこう、奥まで、根元まで、攻めていただける方の方が、僕は好きっすね。おー、なんか結構、最初
あの出だし最初ちょっとこうなんか触り触りでこう、そうそうそう、こう触り触りでこうやられるとちょっと僕はあの意味がよく分かんなくなっちゃう。あとね、僕あの上半身が基本的に効かないタイプなんで、下半身オンリー、下半身オンリーなんで、やっぱそういうやっぱあのねっとりした感じのなんかこう、あねっとり、あのちょっとあの唾液多めな感じの、唾液マシマシな感じで、唾液マシマシの喉奥まで喉マシマシなやつ、喉マシマシ、喉マシマシなやつな感じで、僕はいる、あのしょうもない言われてんの、うん、いやあのしょうもない話さしたの、誰これ誰これ、裏すあ、ちなみに裏トーク S の S はしょうもないの S やから、うん、しょうもない、アイキの言い分も聞きましょう。俺別にだって裏筋そんな好きじゃないもん。んじゃあ何？やっぱ表。じゃあ俺はあの奉仕したいタイプ。あ、それは分かるね。すごい分かるんだけど、やっぱその奉仕される側としての意見として。奉仕される側はね、俺は求めてない。もうメスをもらえ。例えばあのこう手があったら逆手タイプとか。ああ。僕結構あの逆手結構好きなの。逆手タイプ。俺はあの何？これでもこの三本指で。三本指これなんかこのなんちゃらの法則、なんちゃらの法則みたいなもん。そうなんだっけ、左手ねじりの法則、じゃあなんかなんとかの法則っすか、これ三本指ってことはなんとかの法則っすか、俺あのねこの手首のスナップを見てる、ヘミングウェイの法則っすよね、うん、このやつね、これ第五の法則、いやこれ違う、第五の法則やもん、第五の法則、これ第五の法則ちゃう、じゃあ俺はあの手首のスナップを求める人やから、え、やっぱでもそれってさ、ある程度のやっぱ長さとやっぱ大きさが必要性となるわけですよ、僕らの。そう、僕やっぱ僕結構スモールタイプなんで、スモールライト照らされちゃったやつ、いやそうそう、スモールライトっつって照らされてピピピピピってちっちゃくなっちゃったタイプなんで、それはねしょうがないよね、もう、うん、出だしはすごい、まあしょうがないわ、だってスモールやもん、どう頑張ってもスモールやもん。うん、そうなんですよ。スモールタイプなんでなかなか言えないですよね。やっぱね、まあこういうね、わけのわからん下ネタをこの時間帯に喋ってるってのもね、なかなかのもんだと思ってるんですけど。だってもうスモールタイプなだけでしょ。でも俺それに追加オプションついてるもん。何？あのね、超特急っていう。ああ。え、お前快速の次の特急ってやつ？そう。俺あの車両少なくて超特急やから。あーなるほどね、そう1本ではあのすぐ行ける終点から始発から終点までスッピュッて行ける、なるほどね、うん、新宿駅から品川駅まであの5分ぐらいで着いちゃうぐらい、5分あったらもう2往復ぐらいできる、あーなるほど、すごい、しょうもないでしょこれね、あのしょうもないと思ったからね、しょうもないと思った方は超特急をちょっとウィキペディアに調べてください俺もうほんと超特急だからやばいよ、うん、もっとマシな話すね、それでもホストか、いや、この時間帯にホストのトークしろって言われても僕からすると結構無理がある、もうね、まあ、営業終わってから何時間経ってると思うてんのじゃあ、あれだ、やりましょう、じゃあ何、じゃあホストしようか、じゃあ、あのさ、ホストね、やりましょうか、じゃあ、まあ、というわけですけどね、じゃあ、俺、座り方から、じゃあ、俺、こうしようというわけですけどね、何？ホストたるもの？ホストたるもの？うん、最近カロリーばっか飲んでる？しょうもない、しょうもない、うん、結果しょうもない、しょうもない、飲みすぎて、髪の色も赤くなる、しょうもない、しょうもない、紅生姜ばっかつけてるの、しょうもない、賭けを払ってない子をたまたま見つけた時の対応して、俺その時はあのお財布ちょうだいって言う。俺ね、ミッケーって言って見つけんじゃん。うん、ミッケーって言って、最近何してんだよとか言うじゃん。あ、そういえばお前賭けは？あ、ない。じゃあちょっとこっち来ようか。じゃあちょっとこっち来ようか。どこ連れてくの？あ、まあ、どこかに連れてくよ。ああ。でもね、あんまでも飛ばれたんだったら見つけてもええかなと思うよね、うん、
実際に見つけたことは見つけたことしかない。なんかね、なんだったら、あの、隣の隣でスロッと打てたよ。おお出てんな、お前。すごい気まずくない、それ。その時は、あの、何出たら回収、そう。出たら、ここ、これもらうね、つって。てか、そう、正直、あの、賭け飛ばれたことがね、最近になってないんですよ。もう、あの、賭けさせないね。うん。お金ないって言われたら、もう来ない。ちょっと話長いから、タイミングで CM。そんな俺だけど一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いね。イオンインク。戻るけどね、はい、あのつけ麺何食べようこれ。この時間って何やってんだろう。何やってんだろう。やってるところがなかなかない、うん、そっちでしょ。びっくりする。俺まあまあ、あのツッコミないなと思ったからどうしようってずっと思ってた。何がいいかな。じゃあ何がいいかな。そう、まあ、たまたまその歌舞伎ちょっと比較的やってるね。確かに、あの何トゥーストゥースのナイスライスだわ。え？トゥーストゥースのライののライナイスライスはどういうことなのかな。あのごめんなさい、ちょっとあのごめん、よくわからない。え、トゥーストゥー、え、トゥーストゥースのナイスライス。ナイスライス。うん。何なんだろう。え、何トゥーストゥースのナイスライス。あ、情報少ない、情報少ない。何何何それ。何トゥーストゥースナイスライス。でも完全にもうトゥーストゥースのナイスライス。え、あー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 お、あれだよ、知らないの。え、何ナイスナイスのちょっとああなるほどなるほど。トゥーストゥースのナイスライスさ、西口にさ、おー、そう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 、知ってる知ってるあれや、え、有名なやつやろ今、巷で話題の。うわー、目かゆくなってきた今ねえ、あれやろ。わかるよ。え、知らない方がおかしいよ。そうだね。いや、ナイスライス行こう。じゃあ、ジョニーズ、今日そこ行こう。うん、ちょっと頑張って探そう。トゥーストゥースのナイスライス探そう。トゥーストゥースのナイスライス、うん、どこだそれみたいな。ちょっと俺も行こう。うん、リンコピーの2階って何？リンコピー、あれですよ。あ、あこの2階よ。あ、あこの2階、ね、俺らいつも3階に行ってるけど。うん、俺らそうです。ちょっとスルーしてたね。スルーしてたね。ちょっと気づかなかった、ごめんなさい。ちょっと頑張ろう、うん、ちょっとよく見よう、周りよく見よう。全く気づかなかった。そういうのちゃんとやっていこう。うん、知ってる？みんな知ってる？うん、みんな知ってるのかな。ナイスですね。うん、頼み方もちょっと独特なんで。いや、だから多分、オーダーはって来た瞬間、トゥーストゥースっていう。うん、トゥーストゥース。トゥーストゥース。ナイスライス。やるな。ピザピザみたいな感じでしょ。そう、ピザピザ。ピザピザ最近の流行りね、これ俺の。はい。そう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 、ミッキーのコスプレしたね。あれ、ミッキーなのか、なんか見つけなのかよくわからんけど。清見は違うよ。清見は1たす1は清見ってやつでしょ。2たす2は清美。最近さ、ちょっと韓国系っていうか、韓国系女子増えてきたの。いや、増えてはないよ。てか、あれなんですかね、俺最近ちょっと思ったんだけど、韓国人に貧乳がいない説。みんな入れてる。あれ、思ったんだけど、あれ、えげつないぐらい入れてる子いない？こんなの、こんなの。
いるよね。あれどうなってんの、皮膚の問題点としては。伸びるんちゃう？もうね、僕ちょっと最近っていうか、ちょっと前ってから、インスタグラム始めたんですけども。そう、AOA と西川さん。そう、AOA と西川さんコラボしてたね。AOA もさ、なんかすごい、今でも人気だよ、やっぱり。なんか、新入いなくない？みんなやっぱ入れてんの？俺だってあんまり K-POP の、みんなやっぱ、女の子みんなあれな、装着っつうか、何なんつったらいいの？パッドが入ってる。パッド？パッドがなんか、何か入ってる。中身詰まってる系じゃないの、あれ。ほら、やっぱ K-POP の人みんな、夢と希望詰まっていくからさ。そう、なんか。出るよね。な急にロリさんお風呂入るのっていうのがよくわからないんだけど、風呂しか入らないんだけど。風呂しか入らないのおかしい。いや、風呂しか入んないの、これ。風呂ばっか入ってる。ああ、まあ、俺も風呂ばっか。風呂ばっか入ってるよ、俺。うん。だから、待って、トゥースプースのナイスライスの詰めてない。なんで被るの？詰めてない。なんで被してくんの？それ。まあまあ、そういうことやもん。俺多分、次回もし出たことがあったでしょ。まあ、どの機会でもいいけど、俺その件に関しては結構悩む、俺。トゥーストゥースのナイスライスに関しては。トゥーストゥースのナイスライス。あ、トゥーストゥースのナイスライス。なるほどね、はい。こんな感じかな。みんな多分、トゥーストゥースのナイスライスを詰めてるんだよね。はい。どうなんすかね。でも俺、ぶっちゃけあんまわかんないんだよな、本当に。女の子の K-POP は。僕は基本的に女性のカップ数はやっぱ E から巨乳になるんで。俺 B から巨乳。え？ああ。うん。C とか。多分僕からしたら結構女の子に優しくないタイプなんでしょうね。はい、俺は多分優しい。はい。リスナーの皆さん B かららしいんでしょ。皆さん。俺 B から。はい。俺ユニクロかなんかのさ。格好もボーイッシュ、胸もボーイッシュみたいな仕事。あれちょっと気に入った。最近のやつやめろ、最近のやつ。あれちょっと好きなんだよね。そうか。もう、胸がボーイッシュっていい表現だなと思ったよね。そうだね、僕はあんまり好きじゃないけど。なんで？でもね、胸がボーイッシュってことは。ね、それで貧乳やん。そろそろトゥーストゥースのナイスライスやめようか、ちょっと俺もうこれちょっと、帰ったら、てか、これ終わったらずっと検索しそう。すぐ探すよ。頭に残る？何が？トゥーストゥースのナイスライス。あ、そっち？俺、胸がボイシの方がね。俺、ちょっとトゥーストゥースのナイスライスは俺ずっと多分俺飲み込んで。ちょっと物にしよう。飲みコールでずっと言うてる、多分。トゥーストゥース。トゥーストゥース。トゥーストゥース。トゥース、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 ナイスライス。ナイスライスやろ。ゴッホより普通に、トゥース、トゥースのナイスライスがスッキー。長えな。長いね、ちょっと。これはちょっとダメ。ナイスライスがスッキーはなきゃ。もうちょっとなんかひねってくれんと、ね、ちょっと語呂的に合わない。語呂が悪い。語呂が悪い。これちょっとゴルバレー、ちょっとそれはダメ。計画ないってか、うん、もうちょっと頑張って、うん、もうちょっと頑張ろう。ほら、なんかみんな思いついたらどんどんやって、瞬時に誰かのネタか当てて俺ら真似するから、うん、まあ今日の名言はあれです。本当にトゥーストゥースのナイスらしい。うん、もう完璧だよ。今日も今日はこれで締めちゃうぐらいの勢いです、うん、もう重いから満足、うん、だから、とあるホストのトゥース、トゥースのナイスライスにしよう、今度から。番組タイトル、じゃあ今日で変えます。とあるホストのトゥース、トゥースのナイスライス。何なの、トゥース、トゥースのナイスライス。俺は知らずに言ってるけど、多分、そろそろ俺、そのトゥース、トゥースのナイスライスさんたちから、ちょっと広告費用もらわなきゃいけないぐらいだ。そうだね。ぐらい宣伝してるで。トゥース、トゥースのナイスライスの裏トークで。トゥース、トゥースのナイスライスだ。あ、俺トゥーストゥースなの。で、俺がライスナイスライスになる。お、そしたらあれじゃん、下のLINE ID のところ変なふうになっちゃう。俺トゥーストゥースにナイスライスになる。そう、絶対やりたくないよ。やばいっつって。しかも俺ロリ卒業することになるよ。ロリ卒業してトゥーストゥースになる。
トゥースロリトゥースでいい。ちょっとここぐらい、トゥースロリトゥース。あのさ、ワンフォーワンみたいになるよ。オールフォーワン、俺。オールフォーワンもダメ。で、結果、あの、トゥーストゥースのナイスライスに今日も助けられたねって来たけど、俺今日初めてなんだよね。え、前回その話あったの？前回トゥーストゥースのナイスライス出てたの？そう。俺あいつらから聞いてないんだけど、その俺も聞いてない、何も聞いてない。なんだったら俺前回の放送見てないんだよね。俺も見てない。なんか歌歌って終わったみたいな。そう、なんか歌歌ってたなぐらいな、うん、俺は聞いた。初めてだよね。ね、うん、じゃあまあそうだね、あの今日も、まあ、今日もにしようか。今日もトゥーストゥースのナイスライスに助けられましたね。うわ、もう毎回ほんとありがとうございますよ。いや、そのトゥーストゥースのナイスライスさんにね、ちょっと一回ご挨拶向かわせてもらってね。そうだね、ちょっとお話して、うん、TTNL にトゥーストゥースのナイスライスです、うん、TTNL、 はい、 TTNL にちょっとご挨拶行かせてもらって。そうだね、今日ずーっとそのあれなんですよ、僕らねって、あのニコニコ生放送出ててって言って、今日ずーっと同じやつ、ずーっとトゥーストゥーストのナイスライスについてずーっと喋ってたんですけど、僕ら行ったことないんですよ、僕初めてなんですよって言ったら、どないするのかな向こうで。じゃあ、あれだよ、あの今日特別いいよ、もう俺が自腹切る。何を？初回でトゥーストゥーストのナイスライスってさ、俺初回料金払ってあげる。バカかお前は。俺本当に払ってあげるよ。いいよ、今日の放送、今日から1週間、来週の放送までに。あの、詳細は僕の方に LINE してください。あの、トゥース・トゥースのナイス・ライスで初回料金ただやってやるよ。お前らその代わりちゃんとキャッシャーで言えよ。 TTNL じゃダメ。 TTNL はダメ。ちゃんとトゥース・トゥースのナイス・ライスって恥ずかしがらずに言えたら。ちゃんとあるから、ちゃんとあるからね、あるからね。あの、いらっしゃいませって入ってきて、いらっしゃいませって言ったら、ちゃんとトゥース・トゥースのナイス・ライスってやってくれたら、うん、いいよ、俺はもう出してやるよ、うん。そう、トゥース・トゥースのナイス・ライスをちゃんとやってもらわないとね。やってやるよ。おいや、キャッシャーの人ポカンだよ。でもそれをちゃんと恥ずかしがらずにやれたら、俺は本気で出してあげる。で、あの、1時間楽しんで、別に俺送りとかじゃなくていいから、場内もいらないから。じゃあ、ちゃんと皆さん、そういうことで覚えといて、今週、今日から来週の放送までの1週間やで、うん、トゥーストゥースのナイスライスを覚えといてください。じゃあまた、バイバイ。生きている感覚に投げかける捨てもなく、たまり込んだことにすがる、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、先まで伝い込んだ画面を舐め、キャラクターに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。